One, two, three. ありがとうございます龍翔、えー、の孫弟子の会というわけでございましてで、まあ、私の師匠は春風亭昇太なんでございますけれどもその師匠が流祥師匠なんですね。で流祥師匠が亡くなったのがね2003年なんですよ。で私が入門したのが2007年なんですよね。えー、なんで喋ったことないんですよね。うん、でもねこう やっぱりこう流川伊豆みたいのは我々一応ねこうお継承してる勝手にねまあ継承してるっていうかあのー、まあ新作やってるっていうだけなんですけどまあ新作やりたくてこう入ってね、えー、流川伊豆まあ継承させてもらってるななんていうふうに思うんですけれどもちょっとおじいちゃん何やってんのちょっとおじいちゃんええちょっとおじいちゃん何やってんのええおじいちゃん 何やってんのあう、のー、筆箱探してる学校行く準備してるけど筆箱ないおじいちゃん学校行かなくていいんだよ学校行くの子供だけうん、あれわし今何してたなんか学校行く準備してたよ学校行く準備してたうんんかちょっと今日調子悪いねいつものやつやってみよっか分かった山田虎三郎1919年生まれ23歳違う おじいちゃん今年で100歳だよ。ああ、100歳子供が5人、孫が8人、孫が13人、やさゴが26人じゃあ、私の名前は私の名前はああ、秀五郎花子、おじいちゃんの義理の娘の花子。花子って言うんですかそれはそれは初めまして。私この家に来てもう50年だけど。ああ、そうですかそれはそれは初めまして。<laughs> おじいちゃん。 朝ごはん食べてくれる朝ごはん何朝ごはん目玉焼き目玉焼きかよ何をかよって目玉焼きやだ目玉焼きばっかり食べさせられるもう栄養価が高いとか言って目玉焼きばっかり食べさせないでもうやだやだもうニワ小屋に卵盗みに行かせないでちょっと落ち着いて落ち着いて戦前の記憶が蘇ってきてるから落ち着いて食べなさい花子さん食べなさい,い私食べたわよ食べなさい花子さん 若いんだから食べなさい。私もう70だけど。若いね。若がないわよ。若いよ。花子さんは旦那いんのん？花子さんって旦那いんのちょっとよくわかんないんだけど、私はおじいちゃんの息子さんの高広さんと結婚して、この家に訪れてきたの。へー、高広最近見ないね。何言ってんのよ。高広さんは去年82で亡くなったのよ。あー 名だねーってちょうどいいわよ。平均寿命を超えてんのよ。花子さんは腰揉んでくれる人え花子さんって腰揉んでくれる人ちょっとひどいろいろよく分かんないんだけど、まあまあ、腰ぐらい揉むけど、ほんとやった揉んでほしい花子さんに揉んでほしいぜひ揉んでほしいでも、揉まれるより揉みたい。何の話してんのよ、本当にもう。いつまでも元気なんだから、そんなに褒めないでよ。褒めてないわよ。なー あーうめき声がするまさかうーんいれて120の方のおじいちゃん出てきたねね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 歯がないから何しゃべってるかわかんないちょっとおじいちゃん実のお父さんでしょお話してあげてほら実のお父さんほら出てきたからお話してあげて何出てきてんだよい、ま、ふざけんだよ、まあ、せっかくいいとこだったのにんでいきなり口調変わってんのよ <laughs> うんねえ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 ねな昔の話すんな

権利、えー、中だってまあただおかねえぞやめてよちょっと喧嘩しないでもういいから喧嘩しないで120のおじいちゃん部屋戻っといていいからあとでお話に行ってあげるからもういいから戻っといて本当にもう何なの実のお父さんでしょほんとにんてこと言うのよ違うんだよあいつ実のお父さんじゃないっぽいえなんか種違いっぽい <laughs> ってことでね <laughs> こんな時代に幸せになりたいなら考えないこと依存することそして呼ぶことおはぎちゃーんはーい今日も元気だおさげのおはぎちゃーんはーい ブル,ンブル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 ン,ブルンよーしこのまま飛んでっちゃお飛んでっちゃやだよ冗談よ飛べるわけないでしょほよかったなみんなそれみかん持ってけおはぎちゃーんはーいパシむしゃむしゃ。 皮むかなきゃさきってよわりわりたれめのおはぎ顔はだめだよごめんいいよおはぎちゃーん はいねえねえおはぎちゃんおはぎちゃん寝る前は何して過ごすんだいバカお前夜のおはぎちゃんのこと聞いちゃいけないんだよいいよいいのいいのじゃあじゃあバカお前俺が勇気出して聞いたのにまあ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 夜は何して過ごすのおはぎ星を眺めるよロマンティックだな三日月のね ここに腰掛けたいんだそこ星って20秒見てると飽きるねうんへ,へへへへ おは,はねえねえおはぎちゃんねえねえおはぎちゃんおはぎちゃんどんな男が好きなんだいばかだからおはぎちゃんにそんなこと聞いちゃいけないんだっていいよいいのいいのじゃ,じゃあお前えばかお前二度までもまんまんまん、あ、まどんな男スイフスイフか <laughs> 俺たちスイフじゃないもんな他にはスイフスイフ以外でスイフどんなスイフ よくわかんないけど。とにかく水夫なんだね、水夫。おはぎの重かじいっぱいにしてくれる水夫。うん、よーし、おはぎ絵描き歌、行くよー。ウェイ、今日は何番、八十二番、ウェイ、八十二番、ウェイ。大きな鏡を用意して。 ちゃかきみっちゃかき高速で忘れないように高速で残像あるうち高速であ何度も何度も手直し手直しいろんな人の意見も柔軟に聞いてあ生涯の大半を費やしてあっという間に出来上がり」。 ウェイそれ82番だもんウェイ、83番、いくよ、83番もウェイ、絵描きを一人連れてきて、出来上がり。ウェイもう84番ないと思うウェイ、みんな、じゃあねあ、おはぎちゃん、もう行っちゃうのかい,あそうか,いあかっこいい自転車だね。<laughs> みんなじゃあねあおはぎちゃん前見て前見てえー、な何前見て前見てキガキガキガドーン大丈夫かいおはぎちゃーんはーいあああああドロんこになっちゃって本物のおはぎちゃんになっちゃっておっちょこちょいだな洗い流してきなよ おはぎちゃーんはーいまったねー。いやーしかし今日のおはぎちゃんももっちりしてたな。おいおいんおいおはぎちゃんどうしておはぎちゃんっていうか知ってるか <laughs> 知らないえななだ知ってるお前知ってるかお前知ってるか教えろ教えろおはぎちゃん。実はおはぎアレルギー。 食べられないのそうなにおはぎちゃんそう,ええど,うどう受け止めるばけなの話えこれ泣いた方がいいえお前これこれほんとかさなんだよさってんだよさってそんなこってるおはぎちゃん今頃お風呂でフフフフバカお前おはぎちゃんのそれ想像しちゃいけないんだぞ 流 <laughs>、えー、将孫弟子の会ということでね、えー、うちの師匠は桃太郎って言うんですけど皆さんご存知ですよねあの平成の爆笑なんつってね本人が言ってましたけどもね、えー、うちの師匠が流将師匠の本当は一番弟子なんですね、えー、直弟子、えー、直弟子なんですけどもねその後に小流師匠が、えー、よそから入ってこられて小竜師匠がちょっと先輩なんですね。 で弟子の中のみんなの話し合いになってうちの師匠が二番弟子になったというねえこう,うちの師匠は最初に入ってるのに二番弟子になっちゃったというねえそういう一文なんですけどもねえうちの師匠はねあのこの回、すごい気にしてましてねえ今日、ゲストは李承師匠なんですねえ俺じゃないのかと <laughs> 俺じゃないのかとえ僕、池袋演芸場で会った時にねなん,て言ったんで李承なんだと。 俺がね元はといえば俺が一番ですし、ね、これ以上病気で出られない、俺じゃないのかと、でもあ僕もね、まあ、ここ呼んでいただいたんで、特にね決める権利ないんですいませんと、ああ、そうか、だったらしょうがないってことで、で今日また朝、電話あってね、俺じゃないのかと、<laughs> いやすいませんと、もうこれ、今日のことなんで、今さら急に <laughs> 変えられませんのでと、えー、うちの師匠、悲しがってましたけどもね。 あ、もういたのそこに何だ言ってよ恥ずかしいええー、いいよいいよ結構結構あ結構ですようんどうぞどうぞどうぞ進めてくださいえどうぞどうぞうんああちょちょっと待ってちょっと待ってその師匠っていうのやめてくんないかないや僕は君の師匠でも何でもないんだからさそ師匠っていうのやめてくんないからうんもっと自由に呼んで構わない何、うん、だっていいよ何、うん、だっていい、うん、ちょっとそのちゃんっていうのやめてくんないかね初めて言われたねうまいねうまいねうん そうだね、うん、あんまりこういうのは得意じゃないっていうかねやっぱり僕らの仕事っていうのはお客さんを目の前にしてこう芸を見せるっていうかねまあそういうのが勝負だからねまあお客様の雰囲気によって話が変わるなんてのもあるしねだからあんまりこうインタビューとかねあんまり好きじゃないっていうかね、うん、よくやったよやったけどもねあんまり伝わんないのかね。うん えいや CD も出したああ確かに CD も出してね DVD も出したねだけどねやっぱり生の芸にはかなわないかなってなるうんえ何カレンダーなんでカレンダーなんか作るのそんなのダメですよな CM? ダメ出ちゃダメ出ちゃダメそれで真打ちなのって言われちゃうからダメ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 ボーヨ太郎なんて言われてね出るもんじゃないですよとにかく一生懸命生の芸やればいいんだうんうんうんえあそうそうそういや今日はほら君んとこのね いや、コウちゃんがさどうしても出てくれって言うからねうんこうちゃんああ、社長あれあ社長 <laughs> 社長かねえまあまあまあ古い付き合いだねまあガキの自分からの悪友っていうのかねまだまだ二人とも小さかったねうんまあ確かこんなもんだったかな いいよもうプライベートのことはやめとこうんやめとこうよ、ね、えいやいやいやそういうこと言われて弱いんで娘のことはねえ、えー、ねえ昔ね昔ちっちゃい頃で娘がねえそば食べる仕草教えたんだそしたらねうまいんだよこれが、はあ、血だなと思ったようんまにょぼに言われたね変なこと教えないでって、うん <laughs> いいそんな話はいいそんな話あんのほんとにいい僕はいい僕はそういうもんじゃない人間でいい人間でいいんですよ人間でいいんだよそんなさいい本当にそんな話あんのいいそんなね国の宝なんかなりたくないですよ人間でいいねそういうのもらっちゃうとね、うん、芸が縮こまっちゃううんそんな話あんのほんとに <laughs> 夢だけどね <laughs> いやそらね僕もこういう年になったからねうん、うん、そろそろ若手に意見してもいいかななんて思う確かにねいいよ若手はどんどん好きなことやっていいどんどんやっていいうんうんまあそん時よくなくても後からついてくるから一生懸命とにかくやんなさい一生懸命とにかくやんなさいと僕は言うようんうんえ何新作なんかダメだよ固定を丁寧にやんなさいよ <laughs> 何新作なんかやろうとしてんの本当にえ何タップダメだよこんなとこでやっちゃう。 ホールの無駄遣いだよ。<laughs> <laughs> いや誰に聞いたな、それ。いい、上手くない、上手くない、上手くない、誰かそうやって歌ってんだよ。うんいや。歌わないですよ、歌わない。誰か言ってた、それ。聞きたいの。いや、いい。結構です、結構です。それ、僕の仕事ラグだから。 天と言われている代々語り継がれているお話これもできた時はみんな新作だよというですから私の師匠の劉師匠という人がよく言っていたのが今落語界の財産と言われております1900年に亡くなられました三遊亭延長師匠というその もろもろの作品まあまあそれがいまだに食いつながれているわけですけど延、えー、長師匠というのはね古典落語の祖ではなくって、えー、我々新しい話を作る人がもうみんなでこういう大変な偉人がいたという、まあ、お祭りをするようにしなきゃいけないねというそんなことを師匠の劉将がよく言っておりました。ちょいと どこ行っってたのやんなっちゃう引っ越しなんだからねもう隣の八百屋で大八を借りてみんなで一緒に運ぶったら自分,自分のもの自分で運ぶから先行ってるから後から来い後から来いって後から来たらお前さんの姿が見えないじゃないかだいぶ前に出たんだから「どこ行ってたの?」。「どこ行ってたの?」ってそれが分かってたらもっと早くここに着いてたんだよ俺も。 そうだろうと思ったらいいにほどけ明日するからねこれなんとかしようと思ってさいやあのおばさんの形見にもらったロザリオなんだけどねいや普通のロザリオこんな大きさだけどおばさんでっかい人だったろう何しろ横幅が5軒あった高さが3軒あって町内であだ名が。 一建てというおばさんだったからさ <laughs> でっかいんだろザリよをこれね置いといてお前さん踏んづけたりなんかしちゃいけないと思ってどっかかけようと思ったら線に住んでる人が丁寧な方で全部釘抜いて持ってっちゃったちょうどよかったこれをちょっとその辺にあのな何したいからさあ,のあ,あれをちょっとやって <laughs> 何 いや「これをそこのところに何したいからあ,のあれちょ,ちょっといい一本打ってモデルな?」。「誰がそんな話してんのよ。違うこれそこへかけるから釘を一本打って」ってそ,そう言ってなこれ結構あのお重たい重たいからねあの打つ時はな長い丈夫な釘で。いやまあ女だねお前は亭主の商売なんだと思ってる大工だこっちはな大工の亭主に。 余計なこと言わなくたって物見りゃ分かるんねえこれをそこにかけたいので釘を打ってくださいで用が足りるんだからあ,のあれあれこっちへちょっと持ってきてあの違うそれあ,あのほらあ,あ,あれほらあの道具箱そう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 商売だからこっちは横向いていたってこんなものほらこういうね軽や,軽やかな音こうやって。 い,やいいいやな今日の響きがこうやってさ「痛い!」「<laughs> お前がなんかそこで余計なこと言うからこうこうこうこっちの指だった」「<laughs> 知らないよこの人は何考えてんのあ壁に釘打ち込んじゃあら何言ったの何言ったの」って長い丈夫な釘を打つようにって言われたから、はい、ここにあったあのはっすがるくん バカだよ長屋の壁こんなもんなんだからそこへこああ釘の先がお隣へこのぐらい出てるこのぐらいお隣さんもし壁の向こう側にいたら今こういう状態になってるから絶対死んでると思うけどどうすんのまだ二ほどきしてないから逃げるなら今のうちだけどねどうすってくるってくる <laughs> んは うちははいはいはいなんですかああの生きてますかえ,え、生きてます <laughs> 生きてます生きてましたあそうですかよかったちょっとすいえなんか 新しい宗教のの勧誘の方ですか「<laughs> 何かえ生きてるかなと思ってきたんですけどあたあのだ誰?だ」。「隣へ今日引っ越しをしてきたも,ものです」。「ああ秋田のあんたこした」。んだなそうですかああほらご丁寧にわざわざご挨拶を。ええ挨拶はもう全然する気ないです。<laughs> 何しに来たの い生きてるかなと思ってちょっと来たもんですつながりがよくわからないけどな,なんかあったの、えー、あのう,うちのかかのお,おばさんは知ってますか知らないあんたに会うのも初めてですからど,どうかしました行っちゃったんですよで片身にねロ,ロ,ロ,ロザリオというのをうちのかかがもらったんですよ何や ろろあ知らないですかね私も初めて見たんですけどねあのこ,うこういう格好したやつがあるでしょうこう,こういうねこういうああ。えらい人越してきた阿弥陀様のまたぐらから国が出ちゃってお隣さんもう一度うちへ来て、えー、お招きに預かり落ち着いてる場合じゃない上がってうちの仏壇見て。 あ、上がっていいですか、じゃ、あお邪魔します。えっ、ー、と、ぶ,ぶ<笑><笑>元気いっぱいの阿弥陀様ですね、お宅。あんたが元気にさしちゃったんですよ。おとなしくしてましたけどね、さっきまでは。その元気のいいとこ、よく見て、げ。国ですか、えー。変なうち。お宅、あそこがろうそく立て、いや、違う、違う、違う。あんたの国。 うちの国これええじゃああそこへロザリをかけるというこあお宅の阿弥陀様クリスチャンですか。